さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。葵、この後時間ある？どっか寄っていかね。うん、いいよ。どこ行きたい？なんか甘いもん食べたい気分だからカフェでも寄っていこうぜ。わかった、それじゃあ行こっか。葵、待てよ。付き合ってんだから手ぐらいつなごうぜ。そうそうそう、そうだよね。このぐらい普通だよね。相変わらず白崎くんぐいぐい来るからいつも戸惑っちゃうよ。いただきます。葵ってさ、アルバイトとかまともにしたことある？アルバイト？こないだほら塾のアルバイトしたよ。それも確かに立派なアルバイトなんだけど、ほらなんていうかさ、普通の接客業とかそういう感じ。そういうのなんとなく避けて生きてきたから、ちょっと今からするのは怖いんだよね。葵はさ、なんていうか真面目すぎるんだよな。もっとこういろんな人を見る仕事をした方がいいと思うんだよな。まあ俺みたいに適当に生きてきたやつとは全然違う生き方してるだろうし。そんなことないよ。白崎くんすっごく素敵な人だと思うよ。ははは、ありがとう。っていうかそう思ってないと俺と付き合ってないだろ。でも白崎くんの言う通り、私そういうアルバイトとかもしたことないし、大人の人とか他の人とあんまり話したことがないから、そういう人生経験もした方がいいよね。白崎くんはどんなアルバイトしたの？ああ、俺はもう辞めちまったけど、一番続いたのはガソスタかな。そうなんだ、ガソスタなんだ。どうしよう、私ガソスタって何かわからないよ。そうそう、ガソスタ。まあ葵はガソスタなんて行くことないよな。高校生がするアルバイトだからきっと飲食店とかそんなんだよね。よし、じゃあ適当に合わせとこう。そうだね、ガソスタで私が食べるものあんまりないな。葵、ガソスタって食べるもんないぞ。え、そうなんだ、目の前にショートケーキがあるから、それ見て食べるって思いついちゃったのかな。あははは。はわかった。もしかしてガソスタわかんなかった？ガソリンスタンドだよ、ガソリンスタンド。あー、なるほど、ガソリンスタンドか。葵って意外と世間知らずなとこあって可愛いよな。ま、なんか気が向いたらアルバイトしてみたらいいんじゃね。それじゃまた学校でな。はあ、恥ずかしい。こんなので生徒会長とか言ってられないよね。よし、私もアルバイトしてみよっかな。おい、メガネ、早く走れよ。バイトの面接遅れんぞ。早乙女くん、なんで僕も勝手に応募してるんでやんすか。お前だって金欲しいって言ってたじゃねえか。なんかよくわかんねえアニメのグッズ買いたいとか言って。あったあった、あれだあれ、あのガソリンスタンド。早乙女くん、ここからじゃ降りれないでやんすよ。道間違えたんじゃないですか。バカだなメガネ、このぐらい降りれんだろ。ほら、ついてこいよ。よっと。そんな早乙女くん、こんな高いところ拙者降りれないでやんすよ。ったく根性ねえな。根性で乗り切れるのは陽キャの人だけでやんすよ。僕みたいな陰キャは無理でやんす。はあ、めんどくせえ。適当に嘘ついてあいつにやる気出させっか。実はなメガネ、あのガソリンスタンド、お前の好きなアニメキャラとコラボイベントやってるらしいぜ。あれ、なんだ、メガネがいないぞ。あいつもしかして帰りやがったな。早乙女氏、何やってるでやんすか。早く向かうでやんすよ。嘘ってバレたらめっちゃ怒られそうだな。はあ、よし、なんとか間に合ったぞ。あれ、あんたは生徒会長？あなたは早乙女くん？どうしてこんなところにいるの？いや、それはこっちのセリフだよ。俺たちはアルバイトの面接でここに来ただけ。生徒会長さんこそ何やってんだよ。私は、その…ごめんなさい、ちょっと遅れちゃった。店長の江川よ、みんなよろしくね。なんか一瞬リュウジ君の親族かなと思ったでやんす。あなたたち3人が今日の面接の子ね。3人とも遅刻してないから偉いわよ。へえ、なんだよ、会長さんもアルバイトとかするんだ。そうだけど、何か変？
それじゃああなたたちには早速今日から働いてもらうわ。どうしよう、ガソスタってこういう人が働いてるんだ。変な誤解をしている生徒会長であった。オッケー、みんなユニフォームに着替えたわね。ガソリンの種類について教えるんだけれども、3種類しかないからすぐに覚えれるわよ。まずだいたい赤色がレギュラーって言われるわ。それで黄色が廃屋、緑が軽油よ。もし名前がわからなくなったら、あの上を見ればレギュラー廃屋軽油って書いてるからすぐ思い出せるわ。任せてくださいよ店長、俺実はガソスタでアルバイト経験あるんですよ。あらん、それは頼もしいわ。早乙女くんのお手首ツンツンしちゃおうかしら。どうしよう、今日でやめたい。それじゃあみんな、何かわからないことがあったら私か早乙女くんに聞くのよ。生徒会長さん、あんた本当にアルバイトなんかできんのかよ。失礼ね、ただガソリンを入れるだけでしょ。そんなの私だってできるよ。ふーん、ま、お手並み拝見だな。おい、ここセルフじゃないんだろ、ガソリン入れてくれよ。ほら、会長さん出番だぜ。わかってるわよ。はい、すぐに入れます。赤色がレギュラーで黄色が廃屋、緑が軽油だったね。あれ、どうしよう、この車ってどのガソリンを入れたらいいかわからない。あのお客様、この車はどのガソリンを入れたらいいんですか。はあ、そんなの見てわかるだろう、これが軽油に見えんのか。失礼しました、すぐに入れます。どうしよう、全然わからないよ。ああ、お客さんすいません、この子新人なもんで。レギュラーですよね、現金満タンでいいですか。お、君よくわかってるね、それで頼むよ。あれれ、会長さん余裕じゃなかったの。わかったわよ、観念するからいろいろその教えてよ。は、最初からそうやって素直に言えばいいんだよ。まあだいたい普通の乗用車の人はこの赤色のレギュラーが多いな。どうしてもわからなかったらお客さんに最初からレギュラー現金満タンでいいですかとか、そういうの言えばいいんだよ。そしたら間違ってたら向こうは軽油だよとか言ってくるだろ。なるほど、そうだよね、すごい、そこまで考えてるんだ。まあ俺は勉強はできねえけど、こういう社会経験はいっぱい積んでるからな。窓も綺麗に拭いてくれてありがとう、おかげでピッカピカになったわ。いえいえ、ありがとうございました、またお越しください。よし、だいぶ慣れてきたぞ。おい店員、誰か早く来いよ、ここ従業員誰もいねえのか。あそこのお客さん怒ってるよ、みんな何してるんだろう。メガネくんはあそこで対応中か。早乙女くんは。あのお客様、ここは車検の受付なんですけれども、まずお車はどちらに。だから何回も言ってるでしょ、私交差点で見たことない、ずっと走ってるでしょ。いやだから、そのお客様は車ではないので。なんかややこしそうなお客さんに捕まってるよ。店長さんも中で対応中か。私のことはいいわよ、早くあっちのお客さんのとこ行ってあげて。すみません、ありがとうございます。アルバイトは大変だ。すみません、お待たせいたしました。レギュラー現金満タンですか。お、なんだよ、かわいい店員さんいるじゃん。店員さん、俺たちの心のガソリン満タンにしてくれよ。心のガソリン？車って心があるんだ。なんかこの店員勘違いしてんぞ。ねえねえ、それよりさ、連絡先交換してよ。それじゃあ洗車までしちゃおっかな。すみません、連絡先とかはちょっと。ちなみに洗車場でしたらあちらになりますので。どこかわかんねえな、店員さんちゃんとついてきてよ。こちらが洗車場になります。このまま車をここに入れていただければ綺麗に洗えますよ。これで本当に綺麗に洗えんの。お姉さん、ここ入って確かめてよ。このシャワーはですね、車用のシャワーですので人間が洗うところじゃないんですよ。他のガソリンスタンドだったら店員さんが自分で入ってどのぐらい汚れが落ちるか確かめてくれるんだけどな。そうなんだ。どうしよう、また私が知らないだけなのかな。
わかりました。それじゃあ私が自分で確かめてみます。へっへっへ、バカな世間知らずな女の子だぜ。これであの女の子服びっちょびちょになるぞ。お仕事って本当に大変だ。お金稼ぐのは簡単じゃないな。お父さんに感謝しなくっちゃ。お客様、この車非常に汚れてますね。早く洗車した方がいいんじゃないですか。な、お前どこ乗ってんだよ。それでも店員か。失礼いたしました。もしかして汚れてるのはお客様本人でしょうかね。早乙女くん、何してるの。喧嘩しちゃダメだよ。バカ野郎、お前こそこの洗車場に人間が入るわけないだろ。ったく、勉強や学校のことは詳しくても世間知らずには変わりねえんだから、ちょっとでも疑問を抱いたら何でも聞けって言っただろ。あとお兄さんたちさ、こうやって知らない女子高生をいじめて楽しいか。男としてダサすぎんだよ。おい、もう行こうぜ。こんなガソスタ二度と来るかよ。どうしたの。今のお客さんすごく怒って帰ったわよ。店長さん、すみません、私の知識不足で。喧嘩ふっかけたのは俺の方なんで、こいつは関係ないです。早乙女くん、なんとなくだけど事情は察したわ。でもお客様には少し言い方があったんじゃない。それはすみませんでした。早乙女くん、学校ではあんなに態度悪いのに、こういうお仕事になるとちゃんと謝ったりするんだ。じゃあ早乙女くん、罰としてお尻突き出しなさい。現実でもそういうのあるんだ。ねえよ、あと何普段見てんだよ。ちょっと皆さん、何やってるでやんすか。早く戻ってきてください。お疲れ様。この時間帯はあんまりお客さんも来ないから休憩してていいわよ。まさかここで拙者がやったギャルゲーのガソスタイベントの知識が活かせるとは。どうせあれだろ、私にガソリン注入してとか言ってんだろ。なんでわかったんでやんすか、早乙女氏。しまった、こいつと言いすぎて変なもん映っちまったよ。早乙女くん、もう嘘ついちゃダメだよ。あそこの車は洗車場だから車だけ洗うところって言ってたよね。でもそれを言ったら女の人にすごく怒られたよ。は?何言ってんだよ。ほら、あの人普通に洗ってるよ。ここのシャワーまあまあ気持ちいいね。会長さん、悪いけど俺もあんな人には出会ったことねえよ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。